エトワール凱旋門から望むシャンゼリゼ通りコンコルド広場のルクソー・ル・オベリスク越しに西のパリの歴史軸を望んだヨースシャンゼリゼ通りはフランスパリの市内北西部にある大通り。パリ市内で最も美しい通りとされていて特にフランスでは世界で最も美しい通りという表現が使われている。オーシャンゼリゼという流行下で日本でも広く知られるようになった。 パリ市内北西部の大ハックを横切る約 3km、幅7 0メートルの大通りである。マロニエの並木道となっていて、東はオベリスクのあるコンコルド広場から、西は外線門のあるシャルルドゴール広場まで全長約3キロメートル続き、パリの観光スポットとなっている。この通りを延長すると、東のルーブル宮からルーブルのピラミッド、 カルーゼル外線門、チューリリー庭園、オベリスク外線門、そして西のラデファンス地区のグランダルシュエと東西の長い直線を形成している。この直線をパリの歴史軸などと呼ぶ。シャンゼリゼ通りはパリ中心部、東の一区方向へ行くにつれ微妙な下り坂になっており、下って行った先にはマリニー広場の緑地とマリニー劇場、グランパレ、 プティパレ等の建物がある。通り西方向から東方向にかけて、カルティエやルイビトン本店、ラコステ機関店などフランスを代表する有名ブランド店、ピエール・エルメ、映画館、キャバレー、リード、ラデュレ、その他カフェ、レストラン、香水のセフォラやゲラン本店などが立ち並ぶ。プジョーやルノーの自動車ショールームもあり、ルノーのショールーム内にはラトリエルノーカフェがある。なお、 シャンゼリゼ劇場は、シャンゼリゼ通りにではなく、通り東方向のモンテーニュ通りにある。レ・チャンプス・エリゼイのエリゼイとは、ギリシャ神話において、屈服の人が死後に住む、極楽浄土を意味するエリュシオンのことである。シャンゼリゼ通りに面して、フランス大統領官邸である、エリゼグーがあるが、これも同様の意味を持つ。エリゼグーの建物は、シャンゼリゼ通りと並行する。 フォーブールイコールさんとなー通り側にあるが、エリゼグルの庭園が、シャンゼリゼ通りの公園の部分に面して一体化している。ナポレオン三世即位直後となる1852年、シャンゼリゼ通りに混流されたナポレオン・ボナパルと、蔵手前からカルーゼル外専門、シュイルリー宮殿、シャンゼリゼ通りの先のエトワール外専門、パリ解放後となる1944年8月26日、 シャンゼリゼ通りを更新するフランス陸軍。市民はビベデ・ゴアルの横断幕を掲げているシャンゼリゼ通りはもともとは農園と市場であったが1616 16年にマリード・ドメリシスがチュイルリー宮殿の庭園の軸を並木道で延伸したいと決めた。ベルサイユ宮殿の庭園なども手がけたルノートルによって都市計画がなされた。1716年後半頃には ギオームドリズムのパリの地図によると、現在のロンポワンド地点にある丸い池によって、終点となっている、並木道の上あった、チュイルリー通りによって、チュイルリー庭園の中心軸が短く伸びた通りで、農園と市場が分けられているのがわかる。すでにその頃放射線上に伸びた並木道が、森と畑を通って川まで達していた。1724年には、 チュイルリー庭園を貫通する軸とその通りは江とはある。広場までさらにつながり延伸され、シャンゼリゼという園地がその通りに面して広がり、もともと秩序立てて植林されていたところがすぐに茂みとなった。東の方では、当時好まれず無視されていた旧ルーブルが建物に囲まれて存在していたが、まだその東西軸の一部にはなっていなかった。 1724年の地図では、シャンゼリゼオ通りは新しく整備された、トゥルナン京広場から西へ伸びている。18世紀末の頃にはシャンゼリゼは流行の通りになっていた。両側の植え込みは正式の長方形の緑地帯をなすほど茂っていた。フォーブール、サントナレ通り沿いに建てられた家々の庭はさらに、拡張のある茂みを形作っていた。その最大のものが、 エリゼグルである。建物の前面の半円形の部分が、ロンポワンの北端となっている。王妃マリー・アントワネットは友人たちとここを流し、ルイ15世広場にある堂々たるオテル・ドゥクリオンで、音楽の授業を受けた。現在のロンポワンから、エトアール広場への通りは、第一帝政時代に建設された。シャンゼリゼそのものは1828年に正式に、死の資産となり、歩道、 ネズミ、ガス島などが作られた。ナチスドイツの侵略ないし占領時代には、ドイツ国防軍が木陰を更新したいがために、街路樹の数を倍にしたと言われた。最近では1993年に、速道部分が拡幅されるなど、何年もの間この大通りは、様々な経緯変遷を経てきた。2000年代においても、各種デモ更新及び参加者の集結地となる。 2018年から2019年にかけて発生した黄色いベスト運動ではしばしばボートによる放火や沿道の焦点などから略奪が発生した。2019年3月16日にはルイデルック賞の選考会場としても知られる高級カフェ風景が炎上している。1860年にはこの通りの商人が団結しシャンゼリゼ保護運動団体を結成し、 1916年には、ルイ・ヴィトンが会長である協会となり、通りのプロモーションを行ってきた。1980年には、この協会は、シャンゼリゼ委員会と改名、パリサイコの現存する委員会である。この委員会は常にこの通りの高級な雰囲気を保つための公共プロジェクトや、営業時間の延長を図るために当局との交渉などに当たってきた。現在でも、 新しい企業が通りに参入する場合は、この委員会の承認が必要である。賃借料が高額なため高級住宅街の一角にも名が上がるが、実際には、シャンゼリゼにはほとんど誰も住んでいない。商業地として、建物の高層階は事務所となるケースが多い。さらに、日当たり条件が良い,いため、特に通りの北側の賃借料が極めて高い。 シャンゼリゼの壮大な建築は多くの人々に称賛されている。大統領官邸のすぐ隣にあり、すぐ横には1900年に建てられたグランパレとその門がある。庭園と並木の素晴らしい散歩道を歩くと、子供のための操り人形の劇場に出くわすこともある。フランスの昔ながらの人気の伝統である。シャンゼリゼ通りの北の歩道ツールドフランスのゴールの ヨースシャンゼリゼ通りと友好提携を結んでいる通り。競技には16世紀半ば以降カトリーヌ・ド・メディシスによりルーブル宮殿の拡張建造されたセーヌ川沿いのギャルリーや旧チュイルリー宮殿箇所を除いた最初期のルーブル城塞内市取り出のあった宮殿東側箇所を言う。義にはフランス革命期のベルサイユ行進でルイ16世 マリー・アントワネットらが、ルーブル宮殿と隣接して立つ旧チュイルリー宮殿に戻ってくるまで、宮廷は、ルイ14世の治世途中から実質的に、ベルサイユ宮殿に置かれていたため、ルーブルの拡張がなされなかったこととも理由が重なる。パリシャン・ゼリゼで、略奪や放火デモが暴徒化230人以上、拘束。産経新聞。2019年12月6日閲覧。 ありがとうございます。